さんいかがお過ごしでしょうか。ヒットイットエンタメプラスのお時間です。ダイヤモンドユカイさん、今回もよろしくお願いいたします。ハローサムセン、今年もよろしく。はい、OK。 さて、はい、今回のテーマなんですけれども、うん、前回に引き続きですね、うん、ミュージックビデオを特集していきたいと思います。パート2。パート2でございます。パート2ですか。パート2でございます、うん、なんとしかもですね、今回は大胆なミュージック。大胆。はい、そうなんですよ。楽しみだね。その大胆ってのはどういう大胆なんだろう。大胆、そうですね、気になりますよね。はい、想像しちゃうね。想像しちゃいますね、うん、はい。それでは早速エンタメプラスのコーナーに参りたいと思います。 OK。さて、今回は大胆なミュージックビデオが話題を集めているソエルさんを中心にですね、うん、お話を進めていきたいと思うんですけれども、はい、ユカイさんはソエルさんのミュージックビデオをご覧になったことありますか。いやないね。そうなんですね、うん、移籍後のまた違うソエルさんの魅力を引き出すという、そんなミュージックビデオになっているそうで。あ、そうなんだ。じゃあ移籍する前と後は違うんだね。そうなんです。で、今回大胆なミュージックビデオということで、ではでは早速ですが、うん、ソエルさんの話題のミュージックビデオをご覧ください。キスの行方もわからずに二人はあてもない恋に溺れてるだけで、ずるいよそのショートに逆らえずに、というわけでご覧いただきました。いかがですか、ゆかいさん。いや、鼻血が出そうになってた。いや、でもめちゃめちゃかっこいいですよね。すごいね。なんかすごい素敵だし美しいなと思いました。あ、女性から見て。はい。いや、鼻血もんだね。まあそうですね、やっぱドキッとしますよね。これ昔ね、はい、話が余談になっちゃって、あ、ぜひぜひ、はい、山口百恵ちゃんが、はい、伊豆の踊り子っていう映画に行ってた時にさ、はい、ヌードなんかこうお風呂のシーンがあったんだよ、はいはい、それを見に行ったんだよ、俺まだ小学校ぐらいの。へえ、うん、それはあんまり面白くなかったんだよね。なんだ、見えないんじゃないかみたいなさ、はい、その一緒にやってたさ、はい、エスパイっていう映画があってさ、はい、それでね見たら、はい、まあ、宇宙人の話なんだけど、はい、宇宙人、いきなり由美かおるさん、由美かおるさんが、はい、ポンって脱いじゃったんだよ。おお、それ見て俺びっくりしちゃってさ。鼻血出ちゃったんだよ、ね、そうですね、小学生ですよね。そう、衝撃ですよね。衝撃だったな。美しいですもんね、やっぱりもうね。そのぐらい衝撃だったね。そう、うん、あ、それぐらいの、うん、鼻血ブーだね。確かにそうですよね、はい、うん、そんな、ソエルさんからなんとですね、お話を伺うことが、はい、できましたので。本当、はい、うん、そうなんです。こちらのミュージックビデオにどんな思いを込められて作られたのかというところをご覧いただきたいと思います、うん、どうぞ。ですね、ミュージックビデオの中で、4曲使われているんですけど、こぼれそうな唇、ネバー、ここもそこもで、エンドロールで My Love Is という4曲、使われていて、まあ、今回本当に普通のミュージックビデオと違くて、まあ、ショートフィルムみたいに全編リップシンクなしの芝居のみっていう、形にして、 BGM みたいな風にその今回のアルバムに収録されている曲を流していくっていう、今まで私もやったことのないやり方だったんですけど、なんでそうなったかっていうと、今回のアルバムって恋愛がテーマになっていて、で、自分の今までの恋愛の経験の中から、
まあ、学んできたこと経験したことの中にあるやっぱり辛かったこととか楽しいことも含め本当にこう繊細な部分もどんどん赤裸々に出していきたいなっていうのがあってすごくこうありのままを、書いてる楽曲が詰まっていたのでやっぱその赤裸々さリアリティそういうものをやっぱ映像でも出していきたいっていうのがまず根本にあって本当はもっと素直に I love you って言いたいんだけどなかなかそれを言えない、まあ、そこに関係があったりもどかしい気持ちがあったりそういうまあ女の子の結ばれたいんだけど結ばれない運命にあるその彼との間とかそういう部分とかも含め今回はビデオの方でも、表現してみたいっていうそれは私の意思でもあるし提案でもあったんですけど監督からもそれは面白いと思って PV ね PV はやっぱその楽曲のイメージを映像で表現するまあ当たり前のことかもしれないけどだから私は今までデビューしてからいろんなミュージックビデオ撮ってきてるんですけど私のポリシーでもあるところなんだけど一つとして同じような作品を絶対に作りたくないと自分自身の見た目もそうなんですけど髪型、メイク、ファッション、キャラクターをその曲ごとにその曲の主人公の気持ちその子のキャラ置かれてるシチュエーションとかそういうのに合わせていろいろ変えるのがすごい好きで私はデビューしたらそういう歌い手あのアーティストなのっていうのをデビューする前に思ってたんですよねそれがあって、まあ、一つの自分のポリシーにしながらやってきてるからそこも一つのこだわりだったりしますビデオを作るときに今後なんですけれども、4月の3日に、なんと移籍後初のワンマンライブが決まりまして、渋谷のプレジャープレジャーという、場所でライブをすることが決まりましたなので、ぜひ生歌を聴きに遊びに来てくださいお待ちしてます、あとはですねあの私はブログとかツイッターとか、ミクシーとかもやっていて、結構日々いろんな、自分の過ごしてる、まあ、日記がてらいろんなことはあの自分なりの言葉で、伝えつつ写真と一緒にアップしてるのでぜひそちらの方も見てもらえたら嬉しいなと思います、ということでもうねあの次の作品の制作中でもあるんですけど、まあ、プラスそのライブも決まったということで、ライブに向けて、張り切っていますので、まあ、ぜひぜひ楽しみに待っていてください。それではソエルでした。バイバイ。はい、というわけでコメントいただきましてどうですかね。なんかしっかりしてんだね。なんか割とこういろんなところにね、あのちょっとねなんていうのか考えていろいろそうですね歩んでるならみたいな。そうですね、確かに、でもセクシーですよね、やっぱりセクシーこう考えた時、はい、ソエルさんはとてもセクシーだと思いました。いいね、はい、やっぱ人生のね 90% はセクシーだからね。そうなんですか。そうなんですか。残りの 10% だよ、はい、アガペは笑いが起きております。アガペってなんで笑うんだろうってね。はい、慈愛の精神だよ、そうですね、皆さん、慈愛、でも 90% セクシーだから、はい、そうですよね、じゃあ磨いていきたいと思います。私も磨いちゃうか。はい、磨いていきたいと思います。ソエルさんを見習い、はい、はい、というわけで今回もミュージックビデオに焦点を当ててお送りしました。それではここでエンタメフラッシュのコーナーです、今注目の音楽情報エンタメ情報を番組が独自の視点でピックアップ皆様にお届けいたします。ヒットイットエンタメプラスをご覧の皆さん、
じめまして、山岸理沙です。この度ですね、3月の9日にスマイルカンパニーより配信デビューシングルが、リリースされました。タイトルの方は080です。ほぼほぼ私自身のリアルな恋愛感が詰まった曲なので、ぜひぜひ歌詞に注目してほしいのと、あとはですね、曲に生演奏でバイオリンの方を入れてもらったんですけど、そのバイオリンがかなりドラマチックに切なさを倍増させてくれているので、そちらの方もぜひぜひチェックしてみてください。それでは山岸理沙でした。ぜひぜひ聴いてください。よろしくお願いします。さあ、というわけでミュージックビデオ特集2回にわたってお送りしてきましたけれども、はい、いかがでしたでしょうか。いやー、なんかいろいろ勉強になるね、この番組はね。そうですね、奥が深いですね、やっぱり。うん、こう撮ってみたくなっちゃうね。あ、俺撮ったことあるんだけどね、プロモーションビデオ。そうなんですか。うん、でもそうですね、ゆかいさんに作ってほしいです。かよちゃんとちょっと作ってみようか。はい、いいですね、いいですね。そうだね、はい、恋に疲れた大学教授と、うん、それをなんか慕う、はい、うん、なんか疲れた、はい、疲れた女子高生の話、女子高生ですか、恋愛っていうのはどうだ。あ、いいですね、なんか、うん、なんか面白そうです。そこでなんか大学教授のことを好きでたまらなくなっちゃうんだよ、はい、女子高生のかよちゃんが。女子高生、はい、それで大学教授がまあしょうがないなと思って、はい、あの恋に落ちるんだね。恋に落ちるんですね、うんうん、そんなラブロマンスが。でなんかその女子高生は愛人になっちゃうんだね、はい、愛人になっちゃうんですか。そう、なんか嫌ですねそれ。あ、そう、はい、ゆかいさんがよく何か、うん、なんか分かんないけどリアリティがやっぱ奥様がいらっしゃるんで。神さん、はい、神さんの話はやめようよせめてこういう番組ぐらいはさもうただでさえひどい目にあってんだから。いや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 、そんな。この間なんか豆まきでさ、あ、節分ありましたね、豆ぶつけられちゃってもう大変だったよ。そうですよ、パパはそうなりますよね。パパはそういう役割ですよね。そうなのか、はい、鬼になっちゃいますよね、うん、やっぱりそうだ、大学教授と女子高生の話を進めようじゃね。そうですね、うん、オーケー、はい、パート3はそれでいこう。はい、パート3はそれで、うん、はい、というわけで次回もお楽しみに。それではヒットイットでした。バイバイ。